皆さんこんにちは、デイジーネイルです。本日はこちらのセリアさんで売られている100円のハンディタイプの LED ライトを使ってどんな感じにジェルが固まるのか試してみたいと思います。こちら手のひらサイズでとっても小さくて軽いです。前回ご紹介したこちらもコンパクトサイズの LED だったんですけれども、こちらは6ワットでした。はい、こちらに6ワットって書いてあります。今回ご紹介するのは2ワットです。なのでちょっと固まりづらいかなって思っているんですけれども、実際にちょっと試してみたいと思います。はい、それでは本日もよろしくお願いします。はい、こちら裏側に使用上の注意が書かれています。こちらライトから3センチから5センチの距離で照射し硬化します。長時間皮膚に当てると良くないみたいです。こちらを気をつけながら使っていきたいと思います。はい、それでは開けてみたいと思います。はい、こちら単4の電池が3本必要です。はい、では電池を入れてみたいと思います。ではこの後ろの部分を回します。回して、はい、この中に電池を入れます。こう後ろを押します。つかない、あれ、なんか間違えちゃった。こっち、あ、つきました。こんな感じでライトがつきます。はい、ではこちらを使ってジェルが本当に固まるのか試してみたいと思います。はい、それでは始めていきたいと思います。ではまずセリアジェルのベースコートを塗ります。はい、ではこちらライトを当てます。こちら勝手に消える機能はないので、時間を計りながら当てていきたいと思います。では30秒当てます。はい、では本当に固まっているのか、ちょっとこちらのスティックを使って表面を確認したいと思います。よれたりはしてません。触ってみます。あ、固まってる感じはします。それではカラージェルをのせて試してみたいと思います。はい、それではまずこちらのオフィスネイルでも人気なシナモンベージュのカラーを塗って試してみたいと思います。はい、では塗ります。
少しパールが入っていて、とても綺麗なお色です。はい、それではライトを当てたいと思います。ちょっと15秒数えてたんですけれども、15秒だとどんな感じか触ってみたいと思います。でも15秒でもお色はよれないです。仮硬化15秒でも固まるようです。それではこのまま2度塗りしていきたいと思います。はい、ではライトを当てます。はい、15秒くらい当ててみました。では表面を触ってみます。はい、表面はよれずに固まっています。ちょっと触ってみたいと思います。固まってる感じはします。それではノンワイプトップコートで仕上げたいと思います。はい、それでは最後は完全硬化の1分ライトを当てたいと思います。はい、では触ってみたいと思います。あ、全然ペタペタもしないです。ちゃんと固まってます。はい、ではこういうナチュラル系のお色は固まるようなので、次はグリッターの濃いラメ入りのお色で試してみたいと思います。はい、ではまずベースコートを塗ります。はい、では15秒ライトを当てます。はい、では触ってみたいと思います。はい、少しペタペタしますけど、ベースの未硬化ジェルでベースは固まっていると思います。はい、それでは次にこちら私が持っているセリアジェルの中で一番顔料の濃いラメ入りのグリッターブルーを塗って試してみたいと思います。結構顔料が濃いです。ではこちらを塗ります。
ではライトを当てます。はい、こちら仮硬貨で15秒当ててみました。きちんと表面が固まっているのかちょっと触ってみます。ジェルはよれないので固まっているようです。ちょっと触ってみます。でも未硬化ジェルが残っているので少しペタペタはするんですけれども、色はよれないです。はい、では二度塗りしていきたいと思います。ちょっとせっかくなのでたっぷりめにのせてみたいと思います。こちらたっぷりのせたジェルをまた15秒ライトを当ててみたいと思います。はい、では表面触ってみたいと思います。はい、未硬化ジェルでペタペタしますけどよれないです。固まってます。全然ガシガシしてもよれないです。それではこちらをノンワイプトップコートで仕上げたいと思います。はい、ではこちら完全硬化の60秒当てたいと思います。はい、ではこちらを触ってみたいと思います。未硬化ジェルもなくてツルツルしてます。少しもペタペタ感はありません。ツヤもちゃんとあります。はい、こちら今回の結果は固まることが分かりました。100円のライトで固まるのはすごくびっくりです。ちょっと若干固まらないかなと思っていたんですけれども、こんなにきちんと固まると思わなかったです。このライトすごいなと思います。とても軽いですし手のひらサイズなので、オフィスとかに1本置いといても、急にジェルが取れた時とかにさっと直せてすごく便利だと思います。あと細かいジェルのアートをする時とかにちょっとすぐ固めたいなという時にこうライトでパッと固められるので、普段のサロンワークにも使えるんじゃないかなと思います。こちら100円で買えるのはすごいなと思います。なので皆さんもぜひ見つけたらゲットしてみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。